規定では全体の中で21番目という成績を残しました。これをフィリップ一番バッターの意味というのは、そうですね、次5人続きますから、できるだけ高い点数で終わらせる、それがもう一番課題でした。特に安定している人を持ってきますね、はい、まず離れ技はトカチェフです。背面飛び越しを見せました、はい、最近は女子の段違い平行棒でも離れ技が1つ2つとありますから、もう1つぐらい入ってくるんじゃないんでしょうか。あ、今度はそのまま落ちました。そうですね、前方系でおりましたね、はい、離れ技は1回ですけれども、前方車輪から前方の2回宙返りという折りですから、かなり高度な技ですね。私は家が前方宙返りで、ね、はい、離れ技を見せるのかなと思ったんですがね、はい、1回回転して終了時にもう1回そのバーを懸垂すれば家が宙返りですね、で今のはもうその後もう1回まだ回るというんですね。で宙返りの中でも後方に2回よりも前方に2回回って立つ方が難しいんですね。そういう点から考えますと、まあ、離れ技は一つでも折り技に非常に特徴があったということで、かなり高得点が期待されますね。まず最初の演技者のフィリップが終わりました。これ折り技ですね。そうですね、ここからですね。前方